はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日なんですけどもね、ちょっとね、今実写動画の編集がやっと終わりまして、ちょっと今4時なんですよ。なのでね、ちょっと編集間に合うかわかんないんですけど、ちょっとね、よかったら実写動画の方見てください、皆さん。今日はバッティングセンター編が出てますんで、まあおそらく多分ね、6時ぐらいに上がってると思いますんで、よろしくお願いします。5時かな？まあいいや、どっちでもいい。はい、ということでね、ちょっとね、まだね、選手の方見てないんですけど、OB 第5弾が来たということで、ちょっと無課金アカウントの方ではログインはしたんですけど、ちょっと今回ね、メインアカウントの方はちょっと今初めてログインしたので、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、いやね、あのね、ちょっとチラッと見たんですけど、家計風さんが出てるんですよ、家計風さんが。星野さんも出て、あ、ちょっと待って、能力見よう。やばい、これめっちゃ楽しみ。めちゃくちゃ楽しみです。はい、ということで、まず田渕さんが見ていきましょう。田渕さん、タイガースでも出てましたけど、田渕さん、タイガースはキャッチャーかな？ライオンズはファーストと、で、アーティスト。ということで、超アーティストかな？あ、プルヒッター、保守。保守ついてないんか。ごめん、間違えた。なんで保守って言ってん？保守ついてないんですね。あー、なるほど。田渕さん、ミート低すぎん。ちょっとこれ、走力も遅すぎるな。ちょっとファーストはね、バスとか、まあ、いろいろ OB の選手でもかなり強い選手出てますんで、まあ、ちょっとファースト厳しいっすよね、いろいろと。うん、すごい打ってるけどね。はい、ということで、あ、川崎選手に見えた。ムネリンに見えたんですけど、柴原選手、懐かしいな。これ、大英の時代ですよ。皆さん知らないでしょ、多分。まあ、知ってる方いると思うんですけど、いや、パープロで使ってましたよ。64で、柴原選手センターで。うん、懐かしい。はい、で長井選手は多分2、3回目ぐらいですよね、登場。これ、どこ向いてるんですか、これ。右斜め上に何かあったんですか？楽天の選手ね、コナミさんね、ちょっと悪意ある写真選びすぎ。うん、岸選手といいね。岸選手も全部顎伸びてますからね、写真。ほんまに。長井選手もこれちょっと右上に知り合いがいたみたいな感じになってますから、これ。大丈夫かな？初芝選手。いや、64、いや、この世代初芝選手。夏、合ってますよね。うん、初芝選手よね。うん、よかった。いや、小学校の時の記憶やからね、初芝選手は。懐かしい。78、78のどっちということで、ロッテ枠は僕も石川選手もいますし、荻野貴司選手がいるんで、まあ、多いんか多分違うってまたディスってられると思うんですけども、知らんわ、そんなの、ね。次行きましょう。あー、武田選手。武田選手、この投げ方特徴ある。あ、ちょっと待って、こういう方もあるんかな。あ、ありそう。あ、ある、ある。あはある、打ちにくそうですね。ただ変化球的に言ったらやっぱ OB なんで、ツーシームがないんですよ。あ、コントロール対ピンチ。あ、特殊能力が強いね。スライダー、カーブ、スクリューとカーブがこの対ピンチついた時結構曲がりエグそうですね。先発中継ぎできる。あ、ワンポイントありっすね。宮西さん的な役割っすね。セーブ、ちゃうわ。ファイターズちょっとワンポイント多すぎ、みたいな感じ。うん、はい、星野さん来ました。もう僕世代、ブルーウェーブ時代。ストレート、スローカーブ、フォーク。抑えれん、これは。これは抑えれないです、リアタイはね。130キロ。あの、星野選手のストレート、あの、片岡チャンネルさんでも言ってたんですけど、回転数が多いっていうか、なんかあの、スローカーブが遅すぎてストレートが速く見えるみたいな、150キロぐらいに見えるって言ってましたね。150は言い過ぎか。けど当たらないって言ってましたね。うん。桑田さんが結構こう、すごいいいピッチャーみたいな言ってたような印象。イチロー選手と仲いい。うん。自主トレ一緒にしてる。はい。特殊能力伸びじゃなくて、なんかもう、えぐい伸びみたいな特殊能力つけてほしいよね。もうほんまにストレート、通常のリアルスピード、リアルタイムスピード、リアルスピードじゃなくて、普通のやつでも浮いてくるみたいな。星野さん、ジャイロ的な感じの。いや、そこまではないか。うん、ごめんなさいね。はい。ちょっと一人だけテンション上がってしまいました。世代なんで。うん。世代は言い過ぎ。うん、小学校の時。斎藤正樹選手来ました。まあ、ちょっとリアタイは厳しいかもしれんけど、リーグオーダーには絶対、まあ、巨人純正として斎藤選手は欲しいですよね。絶対。対ピンチ切れ。あ、超対ピンチか。はぁ、強そうやな。まあ、絶対欲しいですね。巨人純正として。はい。斎藤選手。うん。ちょっとあんまり存じない。すいません。あ、ツーシーム。あ、ラインか。スローカーブカーブか。あー、DNA ですよね。5勝6敗。え、中継ぎ？あー、抑えか。なるほどね。あー、佐々木選手、こんかったっすね。デマジン選手。クッソ、欲しかったのにな。出ました、掛布選手。もう、一番の狙いです。OB を投じて、一番の狙いです、僕の。もう、OB 全部でね。もう、守備とかどうでもいいんですよ。もうね、左バッターのサードという面で、まあ、高橋周平選手がいるんですけど、高橋周平選手は、まあ、無課金アカウントの方で、欲しいなって感じで、超広角アーティスト存在感、もう最強ですよ。絶対もう今回掛布選手ゲットするまで引きます。はい、もう引くと思う。多分ね、ただスピリッツが3200ということで、もうグランドオープン3月の23日かな来たら、スピリッツが3400になりますんで、ちょっとその辺が厳しいかなっていう感じなんですけど、ただまあね、使うと思う、僕は多分リアタイで。はい、欲しいです。はい、山本浩二選手、若っ。これいつのやつ？ 23 ぐらいじゃん。あ、え、34歳。顔若っ。そこ、いや、強っ。めちゃめちゃ強いやん、山本浩二選手。超パワーヒッター、広角打法チャンスで、能力が83の85。めちゃくちゃ強い。しかも守備もめちゃくちゃいいっていう。センター。最強やな。ただ、右打ちなんですよね。僕、左打ちが欲しいんで、やっぱ丸選手がいるんでね。はい。そんな感じ。はい、今日は和田選手。
和田選手の打ち方めちゃくちゃ好きなんですよ僕。もうなんかひょい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 ハキーみたいな、うん、何それ。ただ無課金アカウントの方で欲しいですね。ちょっとあの今回このメインアカウントの方は大丈夫です。はいはい、来ました。ブンブン丸池山選手。まあ池山選手といったらね、僕これ初めて言うんですけど、小学校の時のリトルリーグが僕池山選手と同じリトルリーグなんですよ。あのだいぶ上ですけど、先輩ですけど、同じリトルリーグ出身なんですよね。だから池山選手ってなんかちょっとこうね、通じるものがあるんですよ。はい、全く関係ないけどね、うん、世代的に言ったら今日なんかこう先輩っていう、なんかその同じ小学校の時のチームでやってたんやなっていう、うん、感じですよね。はい、でショートのアーティストなんで僕昔かなり重宝してましたね。ただ今坂本勇人選手がいるんで、まあ、僕やっぱ坂本勇人選手が好きなんですよね。なのでちょっとショートのレギュラーは譲れない、うん、勇人さんなんですよ。はい、けどゲットしたらちょっと考えます。うん、アーティストなんで。はい、てことで田淵選手まで戻ってきたので引きましょうか。はい、てことで、あ、ちょエナジーない、危ない、エナジーないですね。ちょっとこれ確定ないんですよね。ちょっとチャージしてきます、じゃなくて入れてきます。はいはい、ということで入れてきました。はい、ということで30連いきましょう。30連で僕掛布さんが出たらちょっと考えます。掛布さん、斉藤さんあたりが欲しいかな。うん、もうこの2名でいきたいと思います。はい、ということで10連目お、ね、あ、ちょっと待って、確率見るわ、忘れてんねん、いつも 30% でしょどうせ。あ、50なんや、いけるわ、いける。で掛布選手の A ランクも欲しい。僕1枚も持ってないので限界突破コーチ使う羽目になるんで。ちなみに幻突コーチは9枚、 OK、 9枚ね。ということで早速引いていきます、お願いします。これね、結構僕今までのガチャの中でかなり欠けてる部分がある。僕やっぱサードが右バッターということで、ちょっとねかなりね、あのフラストレーションが溜まってたんですよ。なのでここでサードの左バッターが引ければ僕リアタイまたさらに強くなるんじゃないかなと思ってますんで、まあ、最近右打者克服頑張ってますけどね。はい、まあそんなんどうでもいいです、いきます。ドン、チレ、知らないね。うん、じゃあもうほんまにこれ今回のガチャはマジで気合入ってます僕。もう気合しか入ってない、マジで。帽子ちゃんとかぶれお前。いきます、お願いします。勝手に出ろ。あー出ないか。まあ10連目はね、まあ10連目はって言いながら、あーまあまあしゃあないけど、これ出る可能性ある。うん、阿部選手 30% です。阪神の、あ、違う違う、OB の A ランクは 30% ですね。はい、その中でまたさらに12分の1を引かないといけない。掛布選手巻くか、うん、惜しいね。ガーが合ってる、ガーも合ってない。うん、さあラスト 30%、 掛布選手、あー星野選手ちょっと使ってみたいですけどね、星野選手ね。はい、ということで20連目ですね。もうマジで掛布選手ランキングは走らないです僕。ランキングはちょっと編集やら何やらでちょっとね走る時間ないので、おそらくねもうガチャで引きにかかると思います。それか累計ですね。もう累計引くまでとかも考えないです僕は。もうここでガチャで出します。累計では出る可能性考えてないので、お願いします、割れてください。ごめん、下打ちしちゃった、ごめんね。うん、ちょっと下打ちはカットしておきます、すいません。はい、いやーもうほんまにちょっと全然出んな。しかも 30% も引けないと。頼むわマジで。あ、デスパイに言うの忘れた、お願いします。池山選手 OKOK、 ブンブン丸選手。はい、ということでね30連目ですね。もうここはちょっと OB が1人確定してます。そして30連目から OB が確定してない。マジマジけ、やばい。 30% ちゃん OB、 掛布選手頼む、お願いします。どう、掛布選手、あ、 OKOK、 まあここは散るでしょう。はい、ちょほんまに頼む。お、ナイスホームラン。うん、ダルビスさんが好き。あ、ダルビスさんが僕のあの加山選手の発音がいいと褒めてくださってましたね、ありがとうございます。はい、加山、うん、加山、はい、お願いします。来い、佐島、中村翔吾選手、来い来い来い。2枚引きしてもいいよ、2枚引き。じゃあ 30% じゃ 50% や。うん、お願いします。2枚引き、あ、どこ触ってる、2枚引き。あー、今回いきます、ラストお願いします。加計選手、加計選手、あーまあそんな甘くないか、そんな甘くないよね。うん、甘くないんよな。ちょっと入れさせてもらっていいですか。ちょっとあと30連いきたいと思います。はいはい、ということで入れてきました、パート2です。はい、もうこっから確定がないんですよ。なのでね、こっから闇を見るかもしれないですけども、掛布選手絶対引きたいと思います。いきます、40連目。僕ら世代の人やったら分かると思うんですけど、掛布選手が昔出てた CM で、赤い納豆一の CM で、赤い納豆一ご飯に掛布っていう CM があったんですよね。はい、なのでね、それをちょっと歌いながらいきたいと思います。いきます、はい、赤い納豆一ご飯に掛布、出ないですね。はい、光らないですね。頼む、うわっ、よーし、頼む、うわっ、よーし、頼む、うわっ、よーし、よし50、よしよし、50絶対引くぞ、絶対引くぞ、50絶対引く、50のしかも12分の1ね、お願いします。いいよ、 S ランク来てるよ。あー違うね、 S 来てくれ、頼む、お願いします。さあ来い、さあ来い、さあどこで来る、ここが、ここや、来い、50、50、50、うわーもう50引けんか。いやきついなこれマジで。ラスト、いやー、あ、大野選手は極みになりましたこれで、うん、よかった。いやーそっかー、50引けんかー、これきついな。もう次出ないでしょ多分。いやもう分からん、それはもう考えたから。いきます、50連目、さあお願いします。
赤いと一ご飯にかけ。来ないか。頼む。お願い。うわ。ちょ、散ってるよ、散ってる、散ってる。お願い。カットインないんか、俺の端末は。ああ。ほんまえぐいわ。ちょ、けどまた出る可能性あるからね。うん、俺は信じてるよ。あ、山田選手。いいね、30% はいいね。30% はいい。うん。30% じゃ50を引いてくれ。ああ、高木恭介選手嬉しい。うん。はい、ということで60連目ですね。ちょっときついな、これ。マジか。いきます。60連目。ちょ、ほんまに頼む。ほんまに頼む。頼む。止め。誰引っ張って。いやー、ちょっと出た。ちょ、散った時は S ランク来るっていう俺のジンクスを崩さんとってくれ。頼む。頼む。ジンクスじゃない。あかん、こう。ちょ、お願いします。よーし、よーし。すいません。めっちゃかけてるんで、これめっちゃかけてるんで、これ頼む、お願いします。 50% とりあえず50引こう。とりあえず50、あー、とりあえず50、お願いします。 50、あー、もうワンボールラン。いやー、じらしますね、持ってますね、コナミさん。ここで10連目で掛布選手出るんでしょ、どうせ。いきます。掛布、いやー、和田選手は嬉しい。いや、和田選手、質で嬉しいねんけど。ツーシーム、ストレート、カットボール、スライダー、コントロール対ピンチ、伸び。めっちゃ強いからね。いやー、走るか、とりあえず。とりあえず生放送で走るか。ちょっと今日は無理かもしれんけど、明日ぐらいに生放送で走りたいな。で、累計獲得してからまた動画、ガチャ引くっていう感じの流れでいきたいかなと思ってますんで。またね、よかったら皆さん、応援の方、高評価、よろしくお願いします。頑張ります。VIP でした。あざした。